まったく無茶をしおる。さすがに冷や汗もんだったよ。でもこれで今度こそ回収完了だ。うむ。なあ、お前も満身創痍の怪我だらけっぽいが。シャー、神に愛されたこの我が輩がアレシキのことで倒れるはずがないのである。まあ良いのである。エルザを探しに来てみれば貴様とアルアジフの断片の両方とも見つけられるとはな。まさに欲の利である。というわけで、あるアジフの断片は我が輩がいただいたのである。たまーたらぜあ、今までで一番ムカつくその笑い方。うぅー、おのれー。さあ、大十字クロ、今度こそ貴様に引導を渡してやるのである。なに、サンズの川の私ちもサービスしてくれるわ。行くのである、エルザ。大十字クロ、まるでロミオとジュレットみたいロボ。カムヒュー、スーパーウエストムーテキロボ28号デラックス。デロンベイン、なんで。いや、違う、全体的に黄色かかっておる。あ、本当だ。そう、これが我が輩の新作スーパーウエスト無敵ロボ28号デラック、通称 DEMONPAIN、 デモンペインである。うわ、本気でバッタモン臭い名前。姿形ばかりのハッタリだと思っているのであるな。ならば目に物見せてくれるのである。違いを教育してやる必要があるな。おお、ともよ。正しき怒りと憎悪に応え、我らは魔を断つ剣を取る。何時、無垢なる刃、デモンベイン。またブラックロッジの破壊ロボが現れたようです。デモンベインの出撃を確認いたしました。そう、
しかも今回は少々厄介な状況が発生しておりまして。何ですって？デモンベインが2体？どういうことです？詳しくはまだ分かってはおりませんが、ブラックロッジの何らかの策略ではないかと推測されます。私も出ます、ウィンフィールド。これ以上この人たちを野放しにしておいて、今度は何をやらかすか分かったものじゃないわ。は？お嬢様、どちらへ？司令室はいかがなされるおつもりですか？私に託した機体なのですから。あのロボットが2体。何を考えているんだ！まったく、ストーン君が動くといつも大きな事件が起きるよな。ネス警部！付近の住人の避難は？完了してあります。なら長居は無用だ。さっさとずらかるぞ。ネス警部、またそう無責任な。バカタレ、今回ばかりは深刻だぜ。考えてみろ、あの2体の性能が同じだったとして、あれだけのパワーを持ったロボット同士がぶつかり合ったらどうなる？巻き込まれたら消し積みだって残らんよ。勇気と無謀をごっちゃ混ぜにするんじゃない、分かったか？さあ、無駄死にしたくなけりゃ急げ。気をつけろ、クロ。デモンベインと同じ姿で作ったのかは分からぬが、何かしらの意味があるはず。ああ、分かった。
ルスストライクを使え。そうか、分かった。つまり全部エルザに任せっきりで、お前が乗り込んでる理由が何一つねえだろうに。私のエルザの勝利を願い、歌う我が輩の愛がエルザに力を与えるのである。全然取り繕えておらぬな。黙れ。貴様に我が輩とエルザの絆の深さが分かるはずもあるまいって。博士、うるさいロボ。そういうことだロボ。さあ第十次クローン、エルザは前を倒して愛を勝ち取るロボ。略奪し、調教し、献身させる。それが愛っていうもんロボ。そんな愛は全力でごめんこむる。甘く見るな機械人形。少しばかり魔術理論を取り入れたところで、所詮は灯籠の斧。千年の知識の研鑽、その重さ、その威力、よくと思い知らせてやろう。
やるっきゃねえよな。はい、そうです。指揮の方は千秋に委ねます。ええ、分かっています。レムリアインパクトの封印は仕方ないでしょう。はい、では任せましたよ。それで今デモンベインの状況はどうなのです？現在もう一機のデモンベインと戦闘を継続しながら居住区に入った模様です。かなり大きな戦闘になっています。そんな、デモンベインが2機で街を破壊して回っているなんて、そんなのデモンベインの評判をわざわざ悪い方向に決定づけているようなものではなくて、急ぎなさいウィーフィルド、これ以上デモンベインを悪者にしてなるものですか。神とは現実の写しであり、現実の影、すなわち虚構だ。ミトクリスの鏡は現実と虚構の境界を曖昧にする力を持つ。慣れの単純な頭にでも理解できるよう説明すると、つまりは敵を幻惑するということだ。その使い方は慣れ次第だな。いろいろと試してみるがよい。インパクトの構え、敵内部の魔力反応が増大していると。なんか知らねえが、やべえ！ヘルミーガーグレイブ！
なかなかやるではないか。だいぶ辛そうではあるかな。だから黙れと言っているルゴ、パパさん。ビーエルダが、エルダがいじめるのである。あ、レモンベインの味はどれだけ持ちそうだ。全速力で動けるのは1、2回。それで足は使い物にならなくなる。ち、確かに必要だ。やるしかねえ。観念するのば。無茶だ。一か八かしかねえだろ。さすがは大十字クロロボ、惚れ直したロボ。今日のところは勝ちを譲るロボが、いずれはちゃんと決着をつけるロボ。ではアディオスロボ。
また置き去りにされたのかい、ドクター。その今の我が輩は何もできないからにして、非武装の人間を攻撃するのは間違っているのであるからにして、つまりのところ見逃してくれると東方としては感謝の極みというか、降伏するので許して。こう言ってるけどよ、どうする？ある。うむ、どうしてくれようか。とりあえず死刑な。しかしだ、姫さんに釘刺されたばっかりだったのに、こいつはちと派手にやりすぎたな。噂をすればかよ。すいません、またやっちまった。何なのだあの小娘は。わけがわからぬわ。クロ、どうした？ほうけてしまって。クロ、おいクロ、聞いておるのか？マスター、どうやらアルアジフはバルザイの円月島に関する記述を取り戻したようです。そうか、なかなかに順調ではないか、大十字クロではそろそろゲームの難易度を上げるとするか。彼らを動かす。楽しそうですね、マスター。そうさ、そうさな。要は楽しいぞ、エセルドレーナ。奴だけはこの無限の大敗の中で唯一熱く世を楽しませる。この熱さだけは幾度通り抜けようと飽きることがない。
Thank you.